がカーブすることで前進速度と降下速度が減速です。最新のスカイダイビング技術を開発し、国内外の強ナイロンと呼ばれる軽量で破れにくい素材は。ダイヤモンドフォーメーションはアプローチングウェイズエクセンドギアとグリッチウォール。進入してまいりました。Thank you.